イーズカーサ C-295 イーズカーサ C-295 はイーズカーサ社によって開発されたターボプロップエンジン総発の中型戦術輸送機。1980年代、スペインのカーサ社はインドネシアのイプトン社と共同でカーサ CN-235 を開発、販売していた。これは軍用としては小型戦術輸送機や海洋艦式、 民間用としては、コミューター機として人気を博し、200機以上が生産されるベストセラーとなった。このことから、カーサ社は1995年より CN-235 の胴体を延長した発展型として C-295 の開発を開始した。c n 三十五を改修した試作機は年月日に、 初飛行し、1998年12月22日には、初の新造機が初飛行を行った。1999年、カーサ社は、イーズ社の参加で、スペイン支社に改編されて、社名もイーズカーサと変更され、C-295 も同社の製品となった。なお、さらに2009年には、イーズカーサ社は、エアバスミリタリー社の参加に入ったことから、 C-295 は現在では同社の製品となっている。C-295 は上述の通り、基本的には CN-235 のストレッチがあったとなっており、胴体は3.1メートル延長され、これによりペイロードは50%増加している。これに対応するため、エンジンは より強力なプラットホイット2カナダ PW127G に換装されており、プロペラもより効率的な6小プロペラが採用された。またアビオニクス面も刷新されており、タレスグループにより設計されたグラスコックピットが導入されている。戦術輸送型の C-295M を基本として海洋監視型の C-295MPA、パーシェーダー、 早期警戒型の C-295A が開発されている。戦術輸送型においては、貨物室は48.54立方メートルの有効容石を確保しており、ランプ部を除く全長は12.69メートル、ランプ長は3.04メートル、高さは1.90メートル、最大幅は2.70メートルである。また早期警戒型では、 イスラエルエアロスペースインダストリーズ社のアエサレーダーをロートドーム型のレドームに収容して搭載する。アルジェリア、ブラジル、チリ、コロンビア、チェコ、エジプト、フィンランド、ガーナ、インドネシア、ヨルダン、カザフスタン、メキシコ、ポーランド、ポルトガル、スペインにメンズ。出店、グレッグケーベル、カーサカーゴリフターズ、C-212、CN-235、アンド C-295、 2011年12月25日閲覧、初言性能、ありがとうございます。